ダーウィニズムの周辺博物学者の家系に生まれたチャールズ・ダーウィンは「ウィーグル号」公開中にライエルの地質学原理を読み地層が長い時間を経て変化するように動植物も長い時間によって蓄積された変化が表現されているに違いないと思うようになるそしてガラパゴス諸島で発見したフィンチ類ソフガメたちの容姿が 島々によって少しずつ違うのは環境の違いに適応する種がトータ圧ーによる自然選択によって残るという考え方に至るようになりますダーウィン進化論でいうところの自然選択の骨子は突然変異と適者生存の原則その2つ突然変異とはランダムに起こる個体の変異それは遺伝子の突然変異と言ってもいい 歴者生存とは環境に耐えうる生命活動上より有利な種が残り不利な種は淘汰されるという弱肉強食的な原理です人類の歴史を遡ると500万年前の人口は500万人ぐらいと言われています現在は毎年約20万人が増え続けているとみられ今世紀中に100億人に届く勢いです 万物の霊長といわれる人間の環境適性が特別なのか人類は淘汰されないのか人間はそんなに強いのかちょっとここで考えてみましょう人間よりも強そうな動物はたくさんいます虎ラやライオン力持ちの動物といえばゾウ足の速さではサバンナのチーターワニやサメクマオオカミなど 素手で戦ったらとても勝負にならないまた猛毒で敵を迎え撃つ動物も多いサソリ毒蛇毒蜘蛛などです人間の体にはこのような強さはないその点を問われるとむしろ弱いのかもしれません京都大学の教授であった今西金次博士は弱者にもそれなりの進化があり 弱者ののを働かせているのだと説いていいるだとます生物進化の最も原始な要因は強制であり相互扶助共存共栄になっているというのです強者にテリトリーを追われた種は植生を変えることによって他のエリアで生存を可能にする今西博士の主張は弱肉強食のような淘汰されるだけが進化ではないという点にあります これらは今西博士の独創的なところは進化と未来の想像を重ね合わせているところです。もちろん確定した未来などないのだから非科学の世界になってしまうのですがダーウィン進化論でも謎とされる有名な例題としてコウモリの翼についてこのように述べています。 コウモリだって哺乳類の仲間だからその素型にあたるものはやはり四つ足歩行していた時があったことであろうそのうちにコウモリの手がだんだん翼に変わり始めるもう少し変化が進み半分ほど翼に変わったがまだ飛べるところまでは来ていないだがもう歩行には使えないというような半端ものを考えた時そんなものがどうして 自然淘汰において優先的に生き残ることができるであろうかこの場合をうまく説明するためにはダーウィン流の考え方の束縛から離れて次のように考えたらよいのであるコウモリの手は自然淘汰によって翼になっていくのではないどの個体の手も同じように翼に変わっていくのであるどの個体が死にどの個体が生き延びても 手が翼に変わるということは推し進められていくしかしいずれにしても生存に都合がよいとは考えられぬ中途半端の段階を少しでも短くすることができたならばそれに越したことはないだからここでも手が翼に変わるというような大進化には激変を伴ったに違いないと考えられるのである今西博士によると変異には 最初から方向性があって起こるべき必要に迫られ起こるという目的があるからこそ速やかに変わるのだとしています突然変異に目的はないが進化は運であるという説もあります生存に有利でも不利でもない中立的な変化は遺伝子レベルでは常に起きておりそれが表現型として現れ集団を固定化するのは 運不運によって決まるという説。世界的に有名な遺伝学者木村史誠博士が唱えた中立説です一度聞いただけでは難解な説ですが要は進化には遺伝子レベルでの全段階に表出されない変化があってその変化は頻繁に起こっているというものそれが変異として集団に定着する貝殻はうんふんに由来するのであって 自然淘汰が及ぶとすればその後の話だという私が考えるには自然淘汰も運と呼ばれてもいいのではないかと思う中立説を思い切り縮めて言うと誤解を招きそうですが運が良ければ変わる悪ければ変わらないそれだけのことらしいいやいや運なんかじゃない遺伝子を進化の原理的な単位とみなすべきだと主張する学者もいます イギリスの動物行動学者で「利己的な遺伝子」の著者リチャード・ドーキンスは遺伝子中心の死座に立った自己複製庫の生存率こそ進化する自然選択の決定因子であるというドーキンスの説によると人体は遺伝子である自己複製庫を運ぶ乗り物に過ぎない乗り物にガタが来る前に次の乗り物を用意しさっさと古い乗り物を捨て 新しい乗り物に移るのだといいう。新しい乗り物とは、お察しの通り、自分の子供を指しています。ドーキンスの説が正しいとするならば、長年の謎だった動物の利他行動も、遺伝子を高い確率で共有している近親者ほど強いという事実から理解できます。それにしても、遺伝子と生物個体は、 お互いに補い合う自己複製こと乗り物だったとは衝撃的です。さてこのように進化の説明を見てみるとダーウィン進化論以外にもさまざまな見方がなされていますそしてダーウィン進化論をさらに究明すればするほど自分自身が感知も操作もしえないところで生命が営まれていることがわかります本当のところが知りたい しかし科学として考えるならば未来への進化物証のない恣意的理論は避けられなければなりません私の体は何によって操られているのか私たちの未来がどうなるのか私たちは一体どこに向かって生きているのでしょうか他の角度からももう少し話を進めてみます